新刊。何が何でも長編小説が書きたい。大絶賛発売中、鈴木喜一郎、作家日記。今日のテーマは、職業を尋ねられたらどう答えるか問題。今日は、まあ、フリートーク。フリートークかなまあいいや。えー、っと、ツイッターを見てたら同業者が、職業を尋ねられた、 時に、いや、自分の職業ってこうどう答えたらいいかわからないということで、ちょっと悩んでたっていう、まあそんなような話があったので、うん、そんな話、いいです。えっ、ー、と、小説家の仕事というのは、まあ、理解されにくいというか、あ、はあ、理解されてないよっていうのが、まあ実情です。 これ,これに関して言うと、30年前にデビューした時とあんまり変わってないよねっていう、その、知らない人と、自分の仕事を自己紹介するときに、えっと、怪しいものではありません。ほら、僕はもう見た目が怪しいのでね。<laughs> 怪しいものではありませんって、まず、 言って、それからと、その、仕事は小説家ですってと、なんか、ますます怪しくなって、この、何とも言えん、微妙な空気っていうのは、あるよね。えっと、土地柄ということはあります。えっと、名古屋あたりに行って、名刺を出して小説家ですというと、まあ、珍しがられるんですけど、岐阜だと、 確実に怪しまれる。で、小説家ですっていうふうに話をすると、えー、お仕事何ですかあ小説家です。で、本当のお仕事は何ですかっていう。ええー、まあ、そういう時には、えっ、ー、と、すいません。お手元のスマホで、鈴木喜一郎っていうふうに確認してください。えっ、ー、と、鈴木喜,って喜一郎って入力してみてください。 多分、鈴木木だけで、そこ全部入力しなくても予測変換で、えっと、僕の名前が出てきます。その程度には有名ですっていうふうに、えー、そういう説明をしています。いや、自己紹介にも二段階認証が必要なんだよ、この仕事って。まあ、あの、仕事って 職業を尋ねられることってあんまりないだろう。まあ、基本、その、商店さんでイベントをやって向こうのエランスさんと話をするときだとか、ま、はじめましての小説、あの、出版社とのお付き合いをするときとかって、まあ、名刺交換のする場っていうのは大体限られてます。あと、書店周りをするときには、ま、商店周り用の名刺を持って歩きますので、えー、書店さんでもし、 あの小説家ですというところで言って、まあ、怪しまれることはない。名刺交換する場合、基本、僕のことをしている場合もあるんですけど、まあ、そうじゃないケースってたまにあるのでね、どこで職業を尋ねられるかっていうと、まあ、以前よくあったのは、その、まあ、ありそうなものところっていうのはさ、税務所でそれ、まあ、税務所はほら、 税金を納めるところなので、ええー、意外とね、税務署ではその小説家って言ってもそんなに怪しまれることはないかな。珍しがられることはありますけど、えっ、ー、と、意外と知られていないですけども、うん、税務署ってか、その、事業所得の欄に、その著述業っていう、そういう区分があります。 ええー、著述業。まあ、ここら辺の税制の区別、あの、こ細かい区分け、あともかくとして、まあ、わざわざ著述業っていうふうに区分があるので、まあ、開業届を出していな,いなくて、白色申告でも怪しまれることはないかな。めこれは、あの、地元の岐阜の、おお税務署でも問題ないです。で、まあ、むしろ、 あの、YouTube の収益、これを入金伝票で処理して、それで、えっ、ー、と、税務署に出すんですけど、その時には、その担当者が、ワオって言って、<laughs> ワオかよ <laughs>。驚かれたってことはあります。なんか妙な気分だね。あの、よく話をするのが、 救急車で運ばれたときに意識確認をされた。その、あ,あ、もしもしも、あ,あ、旦那さん、旦那さん、あの、お名前は鈴木喜一郎です。えー、お仕事は小説家です。って言った瞬間に、その救急隊が、あ,あ、本部本部、患者意識、混濁してます。っていう、あの、あのネタね。えー、時々ツイッ ツイッターで、ツイッターのボットで、ええー、こう、何日かの1回での割合で、ええー、こう、出てくるやつだけど、これがさ、実はだから悲しいよね。ええー、あれ、なんで職業聞かれたんだろうね。ええー、と、こう、 3、4年前に、その、前原駅で階段を、階段から転落して、ええー、救急車に運ばれで、救急車で運ばれた時があったんだけど、あの時は別にその職業聞かれなかったからね。ええー。精神科では聞かれた。<laughs> まあ、精神科はしょうがないね。えー、仕事のス,あのストレスで、その、アル中になった時に <coughs>、精神科に行って、まあ、最初の問診でね、えっ、ー、と、最初の問診で、えー、で、お仕事は何ですかあ、小説家です。いつからそう思ってらっしゃいますかって言われて、うーん、と困ったなっていうようなことがありましたね。えー こううん、意外としあのなんていうのお医者さん疑問です <laughs> まああのかかりつけの内科医はそのデビュー前からのお付き合いなのでまあ特にここら辺は説明しなくても「あああの新刊読みましたよ」とかっていう話には あと、いつも通ってるのは、耳鼻科、睡眠時無呼吸症候群なので、まあ、毎月一回耳鼻科に行って、うんと、うん、鼻に送る c パップっていうポンプを、まあ、レンタルで、えー、検診でやってるわけなんだけれど、まあ、ここは職業を尋ねられることはないですね。特に、その、睡眠時無呼吸と、その、 うん、小説が来てるのは、あまり、まあ、関係してないわけではないけれど。あと、かかりつけは、眼科。これは、糖尿があるので、えー、半年に一度、眼底検査をし、それからあと、うん、花粉症ですごく目が痒くなるので、そのよ、うん、まあ、結膜炎の予防で、えー、毎月一回通って目薬もらってます。で、眼科の場合だと、 うん、まあ,あ、どんな仕事ですかあ。まあ、やっぱ目をたくさん使いますっていう話はします。なので、えー、パソコンの前で一日座ってます。一日座ってる仕事ですっていう話はしてます。ただ、あのー、何年か前に、その、新聞にで、こう、 取り上げていただいたときに、写真付きで取材、新聞の取材を受けたときに、眼科さん、その眼科で、あ、鈴木さん、その新聞読みましたよって言われて、あ,あ、まあ、ちょっとほっとしたからと。自分から名乗るよりは向こうから言っていただくとすごく楽かなっていう。あと特にやっぱり新聞って大きいよね。新聞っていうのはステータスっていうか、ニュース、ニュースとしてのステータスって大きいよなっていうことは思います。 で、僕は国保なんですけど、あ,のある程度以上文筆の,の仕事が多い場合、ある程度収入が高い場合には、その文芸、文、えー、芸美術保国民健康保険組合っていう、そういう、そっちの方が、あの保険料、月々の保険料、得になることが結構あります。えー、で、この文芸美術保険組合っていうのは、 国民健康保険組合っていうのは、それはそれで別にその保険証があるんですよね。で、知り合いのあの同業者の作家が、こう、うん、初心で医者に行った時に、その分離国保の保険証を出した時に、いや、珍しい保険証ですね。ね、お仕事何してらっしゃるんですかあ、小説家です。ああ、わかりました。じゃあ無職ですね。っていうふうに。 <laughs> そういうようなことがあったっていうことはあるので、まあなかなか、まあなかなかいろいろ自分の職業っていうのは言うことはあんまり珍しいんです、ないんですけども、まあなかなか入るのむしろかなっていうことは結構あります。まあ自分の著書というのは持ち歩いた方がいいかなっていう、まあそんなことはありますな。 この番組では皆様からのお便り、ご質問を募集しています。マシュマロという匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝聖賞、オール読み物の新人賞など圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。 この番組は YouTube をキーステーションにサウンドクラウド、アッ Apple キャスト、a s t Google Podcast、Spotify などの Podcast プラットフォームでも配信しています。というところで今日の鈴木喜一郎作家日記、そんなところでではではでは。